東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？J2 は7日第12節を開催し、京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場では2連勝中の京都サンガ FC と、ここ4戦未勝利2分け2敗のジェフユナイテッド千葉が対戦。前半をスコアレスで折り返した試合は、後半30分にミッドフィルダー堀米雄輝のゴールで京都が先制するが、後半アディショナルタイムにディフェンダー近藤直也が同点ゴールを奪い、試合は 1-1 の引き分けに終わった。5試合ぶりの白星を狙う千葉は、試合開始早々にフォワード船山貴之のクロスからフォワード吉田真希人がヘッドで狙うも、ゴールキーパー菅野貴則の守備範囲に飛んでしまう。さらに同19分にはゴール前で得たフリーキックをディフェンダー阿部翔平が直接狙ったが、ゴールマウスを捉えたボールは菅野に弾き出された。一方の京都は前半24分、フォワード有田幸輝がミドルレンジから右足シュートでゴールを脅かしたものの、ゴールキーパー佐藤優也に阻まれてしまう。前半はスコアが動かずに0-0のまま後半を迎えると、京都は有田に変えてフォワードイオンジェを投入する。共に相手守備を崩しきれずに、なかなか決定機を創出できなかったが、後半30分にホームの京都が先制に成功する。左サイドでボールを受けたフォワードエスクデロセルヒオのラストパスに、後方から走り込んだ堀米が左足シュートを放つと、ボールは相手ディフェンダーに当たってコースが変わってネットを揺らし、スコアを 1-0 とした。しかし、このまま京都が逃げ切るかと思われた後半アディショナルタイムに、ディフェンダー阿部翔平が蹴り出したコーナーキックの流れから、最後は近藤が蹴り込んで、千葉が同点に追いつき、試合は 1-1 の引き分けに終わった。